中川町立馬頭東中学校は、栃木県那須郡中川町、大山田下郷にあった公立中学校。略称は、東中、または、馬東であった。馬頭町の二中学校が統合されて1981年4月に開校したが、少子化のため、中川町立馬頭中学校に統合される形で、2008年3月をもって閉校となった。 2002年度入学生から生徒数の減少に伴い2クラス生から1クラス生となった。2004年3月の卒業式が2クラス最後の卒業式となった。緑化コンクールでは1993年、2000年、2002年と3度受賞しており、2002年度は内閣総理大臣賞を受賞した。 緑の少年団が1991年から結成されていた。他校と違い、普段はジャージで過ごすことが多かった。制服を着るのは水曜日の朝礼や行事、文化祭、就業式の時であった。また、朝7時半からの30分間の朝練も同じ地区にある他校では見られなかった。進路先としては地元の栃木県立馬頭高等学校。 栃木県立から須山高等学校、栃木県立から須山女子高等学校、栃木県立大田原高等学校、栃木県立大田原女子高等学校等が多かった。ありがとうございます。